さあ行きましょう。続きですね。さあちょっとここ敵が多いんですが、どうでしょうかね。すんなり突破できればいいんですが、仲間呼ぶよね。やっぱ呼んでくるよね。どうしようか。どう割り振ればいいかちょっとよくわからんという。オッケーオッケー、ナイス、いいね。よし、天狗でしょこれ。天狗はさあダメージ入りにくいのよな。いやー持ってかれた、めっちゃ強えな。ただガイが特攻のはずじゃなかったっけ。うんだよね。オッケーオッケー、いいね。よいしょ。まあまあマキシムもそれなりに入ってるからね、いいね。最後、こいつは戦っても大丈夫だな。さあお花摘みはちょっとね、今回でどうだろうな、いけるかな。まあ簡単にね、お花放つんで帰れればいいんだけど、ボス戦があるかどうかってとこだよね。いやでもさ、結構わー来たネクロマンサー、一気にかいけない、いけない。魔法打ったとってなんですけどね、どうかな。セレナちょっとやばいかな。 HP 半分ちょっとあれだよね、下回ってるって感じだけど、ですなんだよねこいつね。まだちょっと一回もこれどうだろう。ダークオーラ、あそうでもない、そうでもない。レギオ、うん、まあまあこれ全体攻撃はまあいいんですけど、ですだよね。あれなんとかなればなーって感じなんだけど、もうパワーヒーリング、ここオッケーオッケー、いいんじゃないの。よしよし、仲間を呼ぶよね。どうしようか、やっぱこっちから行った方いいかな。どうだ、くさ、あと一体だ。こいつ落とせばこのあれじゃない、止まるんじゃない。オッケーオッケー、これで新たにこうあれだよね、火星に来るっていうのはないと思う。よーし、さてどうしましょうか。抜けたね。これを登っていけばいいのかな。鍵だ。オッケー。あれ違う、逆だね。逆でしたね。逆だったね。戻ってるなこれな。こっちから行かなきゃダメだったんだよね。あーどうしよう、おい。めんどくさいやつはなるべく戦わない。全く逆だったか。よいしょ。おい。おい、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 おい。黙ってて。わーちょっといけねえな。いいね。で、こっち。なんだけども、おいしょ、ネクロマンサーめんどくせえからね。いける？あー来た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 、一瞬道間違えたけど。さあじゃあちょっと待ってね、どれにセーブすりゃいいんだ、これか。
応ボスいるのかなという警戒はしてる。回復ポイントあったからね。終わった。待って、花そのものがボスかい。デビルフラワー、バカ野郎この野郎。あ、金龍の目いっても面白いなと思ったけど、パワーヒール使ったから減ってんのか。いいね、めっちゃ入ったよ。バフ入れたいっすけど、いいね。パフン飛ばし、わー、ちょっとあの、僕は、ちょっとそういうの嫌だ。嫌っすね。花粉はね、どうもだよね。私、あの、重度の花粉症持ちなのでね。まあいいでしょう。とりあえず、この植物系だから多分、マキシムの劣化の、剣、これが猛威を振るとは思うんですが、パワーヒール、まあ押しますか。いいね。おいガイ、早く起きろお前。よし、 OK、 いいね。ガイお前よ、本当に寝てば。おい、ちょっとこれはちょっとだよねこれ。眠らせる、まあ起こし、なんか起こす魔法みたいなのなかったっけ。まあいっか、あーあるよな。これ一発で起きてくれればいいね。あ、起きたよし、茨。ちょっと火力はそれなりにちょっと強め、いいねがっつりやったった。これ劣化の剣投げれば。でもさ、ちょっと辛かったよね。あ、違う、これがあれか、お望みの花か。この花じゃない、なんかでっかい花だな。でもとっても綺麗よ、これに間違いないわ。よし、これ持って帰ろう。綺麗な花、プリフィアじゃないのか、違うのかな、なんだろうね。え、じゃあもう戻るよ、サクッとも戻るよ。テーザー、さよなら。よし、もう楽して、もうタクシーに乗って帰ろう。タクシーに乗って。あ、シャイヤ県行っちゃった。シャイヤじゃねえんだよ。研究所じゃなくて、その手前だ。トレアドール。あれ違う、トレアドール。あ、トレアドールだよな。おう、行ってきたぜ。はい。あ、起きた？リーファさん起きて。起こさなくてもいいけど。ね、花だけおいで帰りゃいいんじゃねえの。いなくなってもいいんじゃねえのかと思うけど。よく寝たわ。あ、おはようございます。はい、これ。いいね。これはあの花。やっぱりこれでよかったのね。よかった。この花、私に売ってください。お金はあんまりないけど、あるだけ払いますから。この花はあなたにあげるために取ってきたのよ。くれるんですか？私に。ええ、もらってくれる？はい。でも本当にいいんですか？この花を増やせばきっと高く売れるんですよ。私は花の増やし方なんて知らないわよ。それにあなたにもらわれる方が花も喜ぶわ、きっと。そう、セレナはね、剣の使い、ね、剣の使い方の方がね、知ってるからね、これね。あ、ありがとうございます。大切に育てます。たくさん増えたら私にも一本ちょうだいね。はい、必ず。ところでこの花、名前は何て言うんだ？名前はまだないと思います。そうだ、お姉さん。ぜひこの花に名前をつけてください。来たね、これ。来た、こういうことか。こういうことなんだ。なんだよ。ちょっとさ、泣けるよね、これね。いや、泣け、いや、ね、前作からプレイしてるとさ、泣けるよね、これね。私が、そうね。プリフィアなんてどうかしら。プリフィア。いい響き、素敵です。それにしましょう。気に入ってもらえて嬉しいわ。セレナ、そろそろ行こう。ええ、それじゃあ私たちは行くわ。プリフィア、たくさん増えるといいわね。いやー、いいなーこれだ。お姉ちゃん、よかったね。うん、私必ずこの花を世界中に広めてみせるわ。いやー、いいねー。100年後はね、咲いてるよ。100年後は咲いてるよ。ね、まだまだあの100年後で、そんな数多くはないけど、うん。でもね、咲いてる、増えてるから。ねえ、いいねえ。いや、いい話だわ、これ。ねえ、ちょっともう一回行ってみようか。ねえ。
さあ、いいですね。こういうことなんですよ。こういう風にしてね、時代はね、連なっていくんですね。さあさあさあ、船。船の方はどうなったのかな、これ。どうしたらいいんだ？宿泊まればいいのかな？とりあえず宿泊まりますか。これで日にちが経てばって感じですかね。まあ特にちょっと変わり映えはない感じだけどな。あれ？確かここで待ってろみたいな感じで言われてたよね。酒場で待ちます？パニーちゃんとお話ししながら。ちょっとどうしていいかわからない。一回レクサスのとこ行ってみる？どうなんでしょうね。ちょっとわかんない。ちょっとわかんないけど、ちょっとレクサスのとこ行ってみるか。ほい。さあ、違う、こっちじゃねえわ。右だよね。右、左、右だったっけか。で、ここね。どう？進んでます。あれ、いねえ。いないな。ちょっと待って。なんても出ないよね。どうしたらいいんだろうか。あ、また間違えた。なんかこっち行っちゃうんだよな。なんか吸い込まれちゃうんだよな。ちょっと様子見に行ってみますか。あれいい。はい。さあ、どうなってる？どうなってる？進んでる？いない。いないぞ。これか？この船か？これ、いや、違うな。ああ、でも完成したそうだぜ。だから、これなんか、でもジャッといなく、いなくない？ここで、ボタン押しても、変わらず。ジャッとどこ行った？酒場の姉ちゃん、酒場に確か女いたよね。ジャッとの。どうだったっけ？上じゃなかった。これか。ちょっと変わってないな。ちょっと待って、どこ行ったんだ？いい家と思うぜ。もしそこになけりゃ港だな。港？家か港？いなくない？いないよね。こっち？こっちダメだ。こっち外出ちゃうもんな。あれ、いなくない？ジャットに関する、いやー、ちょっと待って、いないな。外出ちゃうもんね。ちょっと待って、いなくない？どうなのよ、これ。家、ここだよね。いないもんな。ちょっとわかんねえ。これじゃないのか。わかんないな。家か港にいるっていう話なんだけど、いない。わかんない。教会。ちょっと待って、行方不明だぞ、やつは。どこに行った？
と入れ違いになったかな。トレアドールで待ってろみたいな話だったよな。港行けばいいのか。あー、いた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 。おう、マキシム、今までどこに行ってたんだ。エンジンと船は完成しておるぞ。もう完成したんですか。ジャッドが今この辺りを流しておる。そろそろ帰ってくるはずだが。おー、来たぞ。いい、早っ。そうだろそうだろ、どんなもんじゃい。いいね、亀田兄弟みたいな。どんなもんじゃい。いいね、早い。オッケー、このエンジンってのはすごいぜ。まさに夢の発明だ。レクサスのおっさんよ、あんたを見直したぜ。うーん、そうだろうそうだろう。レクサスのおっさん、船の代金はいらねえから、おっさんの研究所を俺にも使わせてもらえないか。俺も発明ってやつをしてみて。まあ誰にでもできることじゃないが、本当に船の代金はいらんのか。ああ、男に二言はねえ。よし、決まりだ。あの研究所は好きに使っていいぞ。あ、だから代なんぼ、第1、第2、第3とかってなんか研究所作ってんのかな。ありがてえ。それじゃあ俺は研究所に行くぜ。エクセリオンを大切にしてくれよ。それじゃあな、エクセリオン、エクセリオンかこれ。トップを狙いだね。トップを狙い的な。レクサスさん、エクセリオンっていうのは。この船の名前だよ、エクセリオン号。いい名前だろ。それより船は私たちが買うはずだったんですが。何を言ってる、わしはもうパーティーの一員だぞ。それもそうでしたね。さあ、船も手に入った。冒険の旅に出発だ。オッケー。ベリーナイス。行きましょう。はい。それでは。わ、いいね。いやー、ようやくですよ。ね、自分の船。さあ、レクサスさん。来ましたよ。バイスプライヤー。プライヤー装備か。生かしてるね、なかなかね。ね、プライヤー装備かっこいいじゃない。あー、いいと思うよ。レクサスさんは何できんの。あー、まあ一応一通りって感じが。サポート系の魔法も使えるし、まあ、回復攻撃、まあいいんじゃない。指は秘跡、このあたりどうするか。レギリンク、これ持たせてレギ系の魔法を連打でいくか。マッハリンク、あの、ただレクサスも途中で抜けると思うんだよな。獅子の牙、まあ獅子の牙あたり持たせてポコポコ殴らせとくか。いや、いいっすね。で、どこに向かえばいいんだっけ。ちょっと忘れちゃったんだけど。七流れと、ダンケルク王国、オーラリオ王国、南ね。そっちに行けばいいのかな。オーラリオ王国の水門を取らなくちゃならない。あれだよね。アレキアとかさ、行きたいよね。どっからどう行きゃいいんだろう。まあいいや、とりあえず南の方行ってみる。アレキア行きたいよな。ちょっとさ、どこだったっけ。アレインかどっかだったっけか。どこだったっけ。なんかそのアレキアがあるとか、どうとかなんか言ってたような気がしたよな。ここじゃないね。ここは違うな。これ船はついてきてんのか、スイングの魔法で。カーロナーシサス、ついてきてないな。船はついてきてないってことは、船あれか、どこで降りたかっての覚えとかないとダメなんじゃないか。あー、これか。この海のずっと向こうにウエストランドがある。ウエストランド、アレキア、シェランって予告がある。あー、なるほど、いいですね。
じゃあここから西に行けばいいっていうことなんだろうけど、ちょっとでも船ついてきてないからな、ちょっとダメっすねこれはね。じゃあしゃあねえわ。トレアドール行きます。はい、来た。じゃあとりあえず南南下していきますよ。なんか水門をくぐらなければって言ってるけど、なんかでかい町あるな。でかい町があります。これはダンケルク王国。来たね。旅の方よくいらっしゃいました。ここはダンケルク城です。とりあえずさ、船手に入ったわけだから、行けるところをまんべんなくちょっと回ってみる感じの旅をしばらく続けてもいいんじゃないか。もしかしてこっから自由度結構増してんのかな、それとも基本一本道なんだろうか。オーラリオから使者が来ているので警備は気が抜けませんよ。オーラリオから使者が来ている。宿屋だ、まあ、宿屋はいいか。ルビーの天使を持つ者に幸せの天使が一度だけ舞い降りる。これがこの地方の伝説なのよ。なんかルビーどうのこうののイベントもあったよね、前作ね。その天使が今このお城にあるなんて素敵だわ。そうか。この町の北には大きな洞窟があるんじゃがな、そこはグラッセという国と地下でつながっている。この町の北の洞窟ね。なんでもグラッセは巨大な軍事国家で、そこの王様はちょっと危ないやつらしい。過激派なのかな。だから北の洞窟には誰も入らないようにしてあるのじゃよ。何せグラッセに行く道は海以外にはあの洞窟しかないからの。なるほど。でもこっち僕らは海を渡れる術を持っている。オーラリオとダンケルが長い間いがみ合ってきたのじゃ。だが最近になってオーラリオのレオン王子が仲直りのための話し合いをしによくこの城にやってくるようになったのじゃ。その長い話し合いの会があってようやく両国が仲直りをすることに決まったのじゃ。今城にレオン王子が来ておる。仲直りの印のルビーの天使を持ってな。わしも一目その天使を見たいものじゃの。じゃあいいんじゃねえの、割と穏便にね言ってるんだったら。オーラリオの王子が来てるからな、腕によりをかけて料理をしないとダンケルクの恥になるな。そう、やっぱ食って大事よね、アピールポイントとしては。レオン王子素敵だったな、料理は絶対私が持っていくわ。いいですね、そういうねところ大事ですよ。やっぱ女性に持ってきてもらうとね嬉しいからね。武器、ブロードソード、エストック、プラスドライバー、プラスドライバーいいですね。ちょっと買います。待て、中身見てないな。全員に攻撃します。まあ、いいでしょう。はい、オッケー。エストック、細身の剣、まあ、いいでしょう。セレナ、一気に火力上がったな、これでな。ブロードソード。幅広の剣、いや、とりあえず今これでいいや。防具だよね。メタルコート、マジックキュアだから、これもいっちゃいいんだけどな。いっちゃいいんですけど、パワーヒールもちょっといいなと思っている。シルバーメイル。まあ、いくか。マジックキュア。オッケー。あれ、魔法屋さんも見た方がいいか、一応。ハードジャケットは、ちょっと待ってね。キャプリン。これ何？帽子。シルバーメット。メモリークリア。まあ、いいでねの。はい。ハードバックラー。これ下がるからいらない。これ、まあ、装備しとくか。オッケー。結局 IP もさ、あんまり、なんだろう、使うやつ使わないやつが結構あるよね。デバフはもう、なんていうの、デバフはもう魔法でなんとかしちゃうっていう。バフデバフ？まあそんな感じじゃね。あ、ちょっと待って、今余計な買い物しちゃった。ここはカミューでいいんですよ。間違った。まあいいか。売る？
とさ、ハードジャケット、ちょっとこれ買ったばっかだけど、新品未開封でちょっと売ろう。ちょっとこの IP ないやつは、IP あるやつはまあ一応残しとくって形で、白衣。あー、パワーヒーリング。あ、こいつも使えたんだ。じゃあ、白衣の方いいのかなとかも思ったりも、するんだけどね。なんともだよね。ターバン。シルバーアーマー。まあまあまあ、ハードレザーとかもいられっちゃいらねえんだけど。シルバーメイル、マジックキュー、まあでもいいか。 S リト持ってるからこれで回復しまくって、 MP なくなったらマジックキュアで MP 回復するみたいな、そんな感じでいいか。こっちは、あー魔法だな、こっち先見ときゃよかった。ザルジアンミラールきた、たけーめっちゃ高え。これ二つ買ったら金なくなる。スクレイ。これ何？ああ、やっぱバフか。ディレクト。ああ、もうどれもこれもいいな。どれもこれもいいっすね。もう買えるやつ買っとこう。まあ、レクサス抜けるってのは分かってるけど、分かってるけどだよね。よし。スクレイもちょっと買っとけ。さあ、あっという間にすっからがん。あっという間にすっからがんです。ちょっと王子に会いたいよね。ルビーの天使か。私も欲しいな。オーラリオの王子様ってのは普段どんなものを食ってるのかな？なんだろうね。焼き鳥とかじゃね？焼き鳥ビールじゃね？違う？そうでもないか。この奥が客室です。今、オーラリオの使者の方が来ております。ルビーの天使ってね、その昔一人の名もないガラス職人が作ったんですって。あー、なんかいたんじゃねえか。その人はオーラリオの姫にその天使を送って町を去ったんだ、去ったんだけど、その日が姫の結婚式の日だったんですって。悲しくもロマンチックな話をね、なんか職人さんいたけどね、ただのガラスですみたいな。もしレオン王子に何かあったら、両国の関係は今まで以上に悪化するでしょう。そんなことがないように私が護衛に来ているのです。あ、この人が王子。ルビーの天使は調印が終わった後国民に公開されるのです。それまで何事もなければいいのですが、何事かが起きるんでしょうな、これな、きっとな。あのルビーの天使は魔性の匂いがする。見るものを引きつけて離さない力を感じるんだ。なるほど、魔石の指輪的なLP 持っていかれるんじゃねえか、これ。大丈夫か？このさ、ちょっとは関係ない話なんだけど、この作品のさ、この青とか紫の色がすごく鮮やかにこう見えるんだよね。この屋根の色とかさ、前作はここまでこう、なんだろう、濃い青とか、あんまり見られなかったんだけど、今作はすごいね。まあまあ、それはいいんだけど。これで両国が仲直りすれば、もしかして姫様とレオン様が、そうなったら素敵ね。あ、まあそういうこともあるかもねっていう話だよね。うちの姫様オーラリオのレオン王子に恋してるって噂があるのよ。でもせっかく王子が来ているのに浮かない顔してるのよ。変ね。どうした？どうした、どうした？二日酔いかこれ、もしかして。せっかくのレオン王子が来た日に二日酔いかこれ。この先の部屋にはオーラリオ国のレオン王子が滞在しております。ルビーの天使は我がオーラリオの国宝なのですが、こんなもので両国の仲が持てるなら王子が決断なさった持てるならと王子が決断なさったのです。この方が違う。明日が調印式なんです。これで長年いがみ合ってきた私の国とダンケルクの新たな歴史が始まるのです。
このルビーの天使が運んでくる一度の幸運が両国の平和であることを祈っています。なんかねあったよね、前作でこのルビーをこうなんかね飾ってるなんかその国ね、インチキだったみたいなさ、なんかそういうのあった気がする。 ただのなんかガラス玉ですよみたいな、なんかそれでお金取ってたんだよね、そんなのがあったような気がしましたけど、ルビーの天使をちらりと見ましたが、その美しさに心まで引き込まれそうでした。はい、おほほほ、やっとルビーの天使が私のものになるのね、素晴らしいわ。でこれが王様ね、まさかあのルビーの天使を手放すとはな、そこまでされればわしとて王子の申し出を断るわけにはいかんわい、わはははこれ姫様なのか、なんともですけど、まあでもうまくいそれでうまくいくならいいんじゃないのねえ。え、これはこれでじゃあいいのかな、特に何か問題が起きそうな感じでもないよね。うん、一回このさあれじゃねえの、このダンケルクだっけ、あ違う、これがオーラリオ、違うオーラリオか、オーラリオが北にあるのか、オーラリオの方に行ってみればいいんでないの、グラッセという国と、グラッセ、あグラッセに行けばいいのかな、どうなんだろうな、ちょっとわかんないけど、おっと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 、なんだなんだなんだ、見つかったか、いえどこにも、とにかくレオン王子に報告すれば、わあまた早速何かが起きている、もうね、あの人たちオーラリオの使者よね、ずいぶん倒ってたみたいだけど何かあったのかしら。はい、じゃあちょっと一旦ここで区切ります。はい、まあなんか不穏な空気が流れておりますがね、まあ何も起こらずすんなりいくとは思ってませんでしたので、はい、まあとりあえずはね次回ちょっと楽しみにしておきましょう。はい、というわけで今回はここまでにしておきます。ご視聴ありがとうございました。